最後に、キャンプ場ですね、紅葉台、もみじ台と言っちゃいましたけど紅葉台ですね、紅葉台キャンプ場に行って、温泉行ってスーパーに行った帰りです。で雨がちょうど降り出した感じで終わったんですけど、さらに強くなってきた。やばい、これ炭とかさ薪とかもあるんですよね。薪はね無料でもらえたんですよね。それがただこれ焚き火できないぞ、この強さだったら。もうなんで降るの。まあただ最終的にね止むことは知ってますけどね。じゃあとりあえずキャンプ場に戻ります。雨は冷たいけど濡れ、はい、キャンプ場に戻ってきました。そして戻ってきて気づいたけど、あ、いるか。貸し切りだと思った。奥の方に見えるな、明かりが。これが私のバンガローで、奥の方にちょっと見えますね。あ、見づらいですね。貸し切りかと思った。静かですね。本当に静か。何も見えないですよね。炊事場の明かりがね、またいい感じ。端出してますね。もうぼやけちゃうわ、これ。では、晩飯の準備しまーす。やばい。なかなかはかどんない。はかどらないですよ。これちなみに全部持ってきた照明です。でね、まあ、テラスでね、バーベキューできるのはいいんですけど、焚き火がね、焚き火の位置がね、こっちか、ここなんですよね。きっつい、ここだと。一緒にやるっていう感じにはいかんな、これ。ちょっと急いで用意しますわ。やばい、時間やばいわ。はい、アヒージョ用のフランスパンですね。 FP、 雨の音聞こえますか。雨の音、これでね結構お腹満たされると思うんですよね。結構時間押してるんでね、早くバンバンやんないと。あ、やっと火起こし開始です。燃えろ、早く燃えてくれないと。燃えろ、飯が食えねえんだ。よし、やっと火がついたのでバーベキュー開始します。山盛り済みですね。とりあえずのウインナーと椎茸、毎回恒例ですね。こいつらがいないと始まんないっす。はい、じゃあ焼ける前にコロナ、最近ハマってるコロナですね。銀河高原ビールがないときはコロナいただきます。うまぁ。冷たすぎるな。この、外の気温には、そろそろ厳しくなってきたかも。うまーい。そして、いつものソーセージ、いただきます。あ、何この、一口目のソーセージの破壊力。うますぎる。はい、そして、イオンオリジナルの椎茸、いつもより安めのものですね。あ、うまいわ、やっぱ椎茸。ちょっと期待してなかったけど美味しいわ。気づかされますね。はい、まず一つ目のメインディッシュのステーキですね。久しぶりのステーキ。いくらだと思いますか。このデカさで450円。よーく見るとペラペラです。とりあえず賞味期限切れのマジックソルトとニンニク乗せましたね。乗せます、ステーキ乗せます。ふぅ、ゆとー。ちなみに裏面には何もしてません。これ全部だからニンニク落ちますね、これ下にね。いい音なのか、果たして。久しぶりだな、網で焼くの。
初心に戻った感じしますね。ひっくり返しますね。ういう、ちょっと火加減が難しいね、やっぱりね。美味しそうですね。ここにまたマジックソルトかけるか。おっ、ロロロロロロロ、あ、やばいね、これかけすぎた。はい、完成。完成です。おいしょっと。で、まあ、これはね、レアだったとしても、え、うまそうじゃない。普通にレアだったとしても、それぞれでまた焼き直せばいいんで。あ、ちなみにこっち移してください。こっちもったいないんで、これをちゃんと上にね、乗せると。ほぼ取れてない。じゃあ切りますね。かけになっちゃってるかな。あ、あ、なんか久しぶりですね、ステーキ焼くの。一時期ちょっとめんどくさくなっちゃって逃げてたんですよね、ステーキから。で、ステーキから逃げるなってみんなに言われて、再び今日やってみたんですけど、どう？あー、まあ、薄い、このステーキ。はい、じゃあいただきます。まずはじゃあこのまんまで食べてみようかな。いただきます。うん、え、美味しいわ。うん、焼き加減もちょうどいい。続いてステーキソースも買ったんで、美味しい。懐かしいこの感じ。うん、これステーキソースにつけない方がうまいぐらいある、一理。大成功ですこれ。はい、では片面を残してですね、こちらの面を残して、もう片方で大さじ2杯分のあれです、アヒージョですね。アヒージョ、ちょっと焦点合わないかな。これ買ったんでね、アヒージョの素、これ限りますよ本当に。手抜きの時はちょっと温まったら入れなきゃいけないのかな。なんかこんなんで足りんのかなって思うんですけど、足りんのかな。むしろこれだと多いぐらいなんですよ。これにシーフードミックス 290g 入れるんで、煮込むだけやと楽。危な、とりあえず5分経ったので開けてみます。とりゃ、おー、すごい。あ、膨れ上がるね。水分があるからこんなになるんだ。え、美味しそうなんですけど。いただきます、いただきます。これはイカかな。よし、まあ、うまい。これね、フランスパン楽しみ。まあ、うまい。うまいわ。はい、じゃあフランスパンもね、焼いといて、この後いただいちゃいました。はい、じゃあフランスパンにちょっと乗せてね、食ってみますか。もうちょい締めさせてね。いただきまーす。音だけ。あ、おっと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 。音だけね。うめぇ。これ、止まらない。本当に美味しい。本当にうまい。明日の朝ごはんでもいいな、これ。はい、焚き火も一緒に始めちゃいましたね。雨が、焚き火を始めたと同時に、雨が降ってきたんで、この前でゆっくり酒を飲もうと思ったんですけど、
できるかどうか分かんないな。ちょっとだけ温まります。あー飯も食い終わって今ちょっとまだ小雨降ってますけど、焚き火の前でまったりと酒を飲みながら寝ますね。これは疲れた。いやー今日もいい一日でした。おやすみなさい。また明日の朝。やばい、寒すぎて雨が強すぎてスープを作ることにしました。これ飲んでもう完全に部屋飲みですね。焚き火飲みのつもりがまさかの展開ですわ。寒すぎる。何度なんだこれ今。真冬じゃないか。真冬は言い過ぎか。ああスープ。あったか。うまい。ああうまい。寒いよこれ、やばいよ。寒い。じゃあ今度こそ。おやすみなさい。おはようございます。朝7時ですね。タイマーは8時半にセットしたんですけど、寒いのとなんか雨音で起きちゃいました。勘弁してくれ。今日は雨降らない約束だったろ。勘弁してくれ。寒い。どうしよう、ちょっと歯磨いてお茶でも沸かしますわ。これは寒い。思いっきりこぼしました。こぼして火が消えちゃいましたね。いただきます。染みる。昨日水につけといたおかげで洗い物もあっちゅう間でしたね。つけるともね、すぐ落ちたわ。アヒージョでだいぶこびりついてたんですけど、これスキレットっていくら拭き取っても茶色いのつくじゃないですか。それってしょうがないんですかね。手入れがちょっとねいまいちわかんないんですよね。本当にこのポータブル扇風機が有能で、このクーラーボックスもね、こうして放置しておけば乾きますから、おすすめです。今ちょうど雨が止んだ隙を狙って湖に来ました。朝の湖気持ちいいですね。すごくこれはね眺めていられますね。ここでコーヒーとか飲めたらコーヒー飲みたいですね。飲めないんですけどコーヒー。寒い。もう何かしてないと、何か動いてないと、寒すぎてダメだ。寒いよ。はい、本日の朝食でございます。しじみの味噌汁と管理人様からいただいたシャインマスカットと柿ですかね。いただきます。ではしじみ汁いただきます。寒いからやばいよこれは。うめえ。あれ自然に行っちゃった。いつも演技なのに。ごちそうさまでした。片付け開始ですね。今日は早いはず。
雨も止んでくれた。はい、終わりました。あっという間でしたね。やっぱりバンガローは早い。はい、というわけで今回のキャンプ場終わりました。帰りです。この後はまた昨日行ったあのお店ですね、富士吉田うどん、2日連続行っちゃいたいと思います。今回はですね、あの管理人さんも言ってたんですけど、寒かったらしいです、突然で。結構ある程度準備はしていったんですけどね、本当に寒くて一番最初のキャンプを思い出しましたね。次から山梨行くときは冬装備で挑みたいと思います。というわけで、今回のキャンプはこれでおしまいです。よかったらですね、概要欄からチャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅です。